リオムニは赤道ギニアの大陸部地域の名称で中南部県、キエンテム県、リトラル県、ベレンザス県を含む。現地の同英語ではムビニとも呼ばれる。2013年の国勢調査によると人口は1159,468人。中心地はバタ。北部でカメルーン、東部と南部でガボンと国境を接する。その6割以上が熱帯雨林で覆われている。 リオムニの面積はおよそ26,02平方キロメートル。コリスコ島、大エロベー島、小エロベー島からなるエロベー諸島もリオムニに属する。面積は15平方キロメートルである。リオムニ、コリスコ島、エロベー諸島を合わせた総面積は26,017平方キロメートルである。リオムニは1778年に エルパルド条約でポルトガルからスペインに割用されフェルナンド・ポーシマとアンノ・ボン・ジマットともにスペイン領ギニアの一部となった。1885年にスペイン保護領にもなり、スペインはリオムニを他の海外植民地での奴隷を集める場所にすることを目論んだが、スペイン人の入植者は大熱病のために死に、リオムニからはスペイン人はほとんどいなくなった。 再入植以降はカカオと木材が主な産品となった。1900年にフランス人によりバタの都市が建設された。1926年にスペイン領ギニアはさらにリオムに、フェルナンドポート、を、アンノボン島、ダイエロベー島、ショーエロベー島、コリスコ島及び周辺の島々により形成された。 スペイン領ギニア時代のリオムニ県の紋章1959年に、スペイン領ギニアのリオムニとフェルナンドポートは、リオムニ県とフェルナンドポー県の2つのスペインの海外県にさらに分割され、リオムニ県はスペインの54番の県となる。1960年9月1日にリオムニ県の議会がバタシにて発足し、 リオムニ県の議会選挙で、初代リオムニ県の議会議長及び知事に、ジョゼ・ベルドが就任。1963年にリオムニ県は、フェルナンド・ポー県と共に、フランシスコ・フランコ政権のスペイン政府から、自治権が与えられ、自治政府を樹立した。1964年から1968年まで、リオムニ県とフェルナンド・ポー県の2つの、スペイン海外県は、 自治権が与えられ、別々の地位を維持しながら、ある程度の内部自治を備えた自治組織となっていた。1968年に、スペイン両ギニアの自治権である、リオムニ県とフェルナンドポー県は統合したまま、赤道ギニア共和国として、スペインから独立した。しかし、独立した、翌年の1969年3月から4月に、リオムニで深刻な政治的混乱が発生した。 コーヒーが主産物、他豊かな木材資源。現在の人口は75万人ほどで、ほとんどはファン族である。同栄人、ディオムには4つの県に分かれる。最大都市はバタ。ありがとうございます。